こんにちは、藤原です。今回は東京ランチ5選です。東京ランチ特集は今回で3回目ということで、エリアを絞らずにとにかく僕が最近おすすめしたいと思った東京ランチを今回も自由にラフに紹介していきます。自由度あふれるこの企画は僕自身も楽しみにしている企画の一つなので、ぜひ参考にしていただいて日々のランチに活用してみてください。これだけね、たくさんランチを紹介しておりますが、まだまだ紹介したい飲食店は山ほどありますので、これからもね、たくさん紹介したいと思っております。はい、1店舗目がですね、ニューグローリーというお店になっております。飯田橋駅にあるお店なんですけども、ビジネスマンに愛されるハンバーグ店となっております。1971年創業の、お昼は洋食、夜は居酒屋メニューを楽しめるお店となっております。今回は衝撃的なビジュアルのハンバーグを求めてランチを食べに来ました。注文したのはお店の人気ナンバーワンメニューの煮込みチーズハンバーグと、驚きのボリュームで運ばれてくる焼きチーズカレースパを食べましたね。店内は36席あるそうで、思ったより広いなと感じました。今回はオープンすぐ11時半に行ったんですが、すぐに入ることができました。ただ12時頃になると、続々とね、ビジネスマンらしき方々が入ってきたので、ビジネスマンの方のお昼の時間帯をずらしていくとね、並ばずに入れるかなと思います。体感男性が多いかなという感じですが、女性一人で来られている方もいらっしゃったので、幅広い方に人気のあるお店なんだなと実感しております。あっという間にね、ご飯が運ばれてきまして、焼きチーズカレースパゲッティ、ハンバーグのせはね、ミニサラダ付きになっております。このビジュアルすごいですよね。たっぷりチーズがかかったマグマのような衝撃的なビジュアルで、これはね、人気があるのをうなずけますね。ビジュアルもさることながら、やっぱり安さがビジネスマンに受けている理由かなと思っておりまして、これだけの量が入っていて1150円というコスパの良さです。普段これだけボリューミーなご飯はね、2000円ぐらいしそうかなと思うんですけども、平日ランチ利用にぴったりの価格帯で、価格帯以上のボリュームなので、リピートしたくなるかなと思っております。熱々の鉄板にたっぷりパスタの上にね、カレーがかかっていて、さらにあふれんばかりのチーズが乗っていて、ザ・スタミナ飯というようなね、満足度抜群のご飯かなと思っております。この上に乗っているハンバーグが柔らかくてジューシーで、すぐ溶けてしまうぐらい本当に柔らかいですね。このこだわりの進化系ハンバーグのひき肉の配合は牛7の豚3だそうで、粗挽きと中挽きのひき肉を混ぜることで、お肉の食感を残しつつも滑らかな舌触りを実現しているそうです。お箸を入れるとほろっとすぐに溶けてしまうくらい柔らかく、正直ここまで柔らかいハンバーグは食べたことないですね。ずっしりと大きなハンバーグだけでもお腹いっぱいになりそうですが、さらにパスタとカレーも入っているので満足度が抜群です。女性にはね、ちょっと多いかなとは思いましたが、お腹がね、めちゃめちゃ空いてる状態であればいけるかなと思います。はい、次のお店がですね、ネギ屋平吉というお店になっております。渋谷駅から徒歩10分ほどで、代々木公園方面にあるお店になっております。まさに隠れ家というような立地の路地裏の奥にある江戸の雰囲気を感じるお店になっております。今回はランチを求めてお店に訪れたんですが、休日のね、12時過ぎぐらいでカウンターはほぼ満席でした。タイミング次第ではありますが、休日でも比較的入りやすいかなという印象です。お店の奥には掘りごたつの個室もありまして、今回はカウンターにね、通していただきましたが、かなり広々としていて、レストランという雰囲気ではなく、大衆居酒屋のような雰囲気ではあるんですが、静かで落ち着いた空間で、すごく居心地がいいかなと思います。カウンターの間の前には日本酒がね、大量に並べられておりまして、夜利用もしやすそうだなという印象です。テーブルにはポットが置いてあって、冷たい麦茶が入っております。約7分ほどで料理が登場し、定食なのでお盆で運ばれてきます。ランチはなかなかね、時間もシビアだと思うので、こういうね、早めに来るお店はね、嬉しいですよね。到着してまず驚いたのはお魚の大きさで、今回鮭定食を頼んでいるんですけども、普通に他のお店の定食で食べる鮭と2倍3倍ぐらい違うんじゃないかなっていうぐらいの大きさでした。それだけでも行く価値あるかなと思います。しっかり唐揚げと漬物とお味噌汁、ご飯もついてきて、クオリティも高いので、さらっとランチを食べたい時にも持ってこいです。やっぱり都内は価格が高い割に食べ物が小さいなんてね、ザラにあるので、ここは価格も高くなく、さらには大きさも大きくて、それもすごく嬉しいですよね。お店の前も偶然取り掛かって行ってみようと思ったところだったので、いい出会いができたなという感じです。渋谷でランチを探すって意外と難しくて、しっかりレストランに入るか、チェーン店に入るか、ラーメンなど食べるかとかね、悩むと思うので、ぜひこちら行ってみてほしいなと思っております。
ます。次のお店がですね、神田駅から歩いて7分ぐらいのところにあるお店で、肉友というお店になっております。ランチの営業時間は11時半から13時半までです。結構場所が分かりづらくて、ミニストップの手前にある細い道を入った左奥と覚えておいてください。今回はオープン時間の11時半の5分前ぐらいに着いたんですけども、すでに外に一組の方が並んでおりまして、割と人気店なので、行くときは、オープンぐらいの時間に行くのがおすすめです。お昼はランチセットかローストビーフ丼で選べるんですけど、今回はローストビーフ丼を注文しました。外で並んでいるときにオーダーを聞いてくださって、5分ぐらいでね、すぐに食べることができます。店員さんがとっても気さくな方で親切で、客層はやはり並ぶだけあって、サラリーマンなどの方はね、全然いなくて、カップルや年齢層高めの方々の利用が多く見られました。まずは初めに野菜の入ったスープが来て、そして大葉と酸味のあるドレッシングの効いたサラダが出てきます。スープとサラダはおかわり自由だそうです。で、今映ってる、お待ちかねのローストビーフ丼が到着しまして、思っているよりも大きいボリュームで、お肉の厚さが半端じゃないですね。で、味変でわさびと粒マスタードをね、お好みでつけられるんですけども、女性は結構お腹いっぱいになりそうなので、味変はありがたいかなと思いました。次のお店がですね、北参道駅から徒歩6分、山手線原宿駅から徒歩9分にあるカレー屋さんを紹介いたします。ここはキーマカレーをメインに扱っていて、こだわりのキーマカレーに様々なトッピングを楽しむことができます。そのビジュアルがまさに映えという感じで、インスタグラムなどでもたびたび見ていたんですけども、今回は実際に行ってきました。11時半オープンで11時40分ぐらいに着いたんですけども、すでに何組かいらっしゃって、外でちょっとだけ待ちましたね。一人だったので、カウンター席にすぐ座ることができましたが、3名以上だとタイミング次第では待ち時間ができそうだなという感じの広さでしたね。席数はテーブル5席とカウンターが6席ほど、お客さんが絶えないような常に満席なお店です。注文はカウンターだとその場で、テーブルはカウンターのレジ周りで注文いたします。今回はアボカドチーズキーマカレーを注文いたしまして、ラッシーはマンゴーラッシーとノーマルがあったんですけども、今回はスタンダードなノーマルラッシーにしました。キーマカレーにはアボカドとチーズがたっぷり入っていて贅沢なビジュアルです。真ん中にはね、こうやって卵が乗っていて可愛らしい感じなので、インスタで流行る理由もわかるなと思いましたね。このお店のカレーは小麦粉、化学調味料、人工添加物が使用されておらず、市販のルーやカレー粉も使わずに、厳選した食材と研究を重ねたスパイスで、欧風でもインド風でもないオリジナルカレーを毎回店内で手作りで作り上げているそうです。チーズは想像以上に伸びまして、モッツァレラチーズでコーティングされていて、濃厚でありながらもしつこくない美味しさとなっております。ぜひ皆さん行ってみてほしいなと思っております。次のお店がですね、ドサンジンというお店になっております。中目黒の川沿いを約10分ほど歩いて、スターバックスロースタリーの目の前にある赤い橋を渡って左に曲がるとあるビルの地下1階にあります。ドサンジンは蕎麦百名店を2021年にも選出された、知る人ぞ知る有名なお蕎麦屋さんになっております。営業時間はランチ11時半からです。夜のみ予約可能ということで、6時以降になると会食で利用している方が結構多く見られるそうです。ということでね、この年齢層も高めになっておりまして、インスタ等でも結構話題な割には落ち着いた雰囲気が保たれているかなと思います。入り口からは想像できないほど中に入ると意外と広くなっておりまして、半個室からカウンター、ソファー席やテーブル席などいろいろな席が用意されております。廊下を進んでいくと小さい庭が外にあるんですが、これもね、見てほしいなと思っているポイントです。今回は冷やしすだちそば1500円のやつをね、注文いたしまして、こんなにすだちが入っていて酸っぱくないのって思いはするんですけども、これがですね、ちょうどいい酸味具合で、ぜひ皆さんにもね、食べてみてほしいなと思っております。後からですね、注文しただし巻き卵は関東風か関西風どちらがいいですかと聞かれたので、今回はね、甘めの関東風のだし巻き卵ではなくて、だしの効いた関西風を注文させていただきました。出来たて熱々の提供なので、卵はふわふわで、お箸で簡単に崩れちゃうような感じになっておりました。追加でね、注文するときは半個室のところだと店員さんがなかなか来ないので、そこだけ、ね、ちょっと気になったなっていうポイントではあったんですけども、ただね、注文のたびにこう気がついて温かいお茶を出してくれたりとか、気の利いたサービスを徹底してる部分はあったかなと思います。今回ランチね、5000円紹介させていただきました。どこもね、違った良さがあったと思いますので、皆さんよかったらね、5店舗制覇して
してみてもらいたいなと思っております。これからもいろんなランチ紹介していこうかなと思っております。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方は、ユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1.YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2.藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4. オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。